日本山口県下関市、竹崎町海峡有名タワー展望室から見た、竹崎町周辺、竹崎町とは、山口県下関市の地名。現行行政地名は、竹崎町1丁目から4丁目。郵便番号750-0025。竹崎町4丁目のビル。左下の国道9号をそのまま進むと、無前伝に着く。 国道9号の北側に、竹崎町1丁目2丁目が、山陽本線の西側に、竹崎町3丁目が、国道9号の南側に、竹崎町4丁目が所在する。下関駅を含む4丁目には、ホテルや銀行などが立ち並び、工事地下標準地としては、山口県内で最高価格となっている。京都市、烏丸五条を起点とする国道9号はこの地が、 終点となり、終点の先はそのまま国道191号に連なる。もともと竹崎町は下関漁港にほど近いこともあり、山裾の路地の周りに小規模な住宅と漁業関係者向けの企業店舗や飲食店等が密集するエリアであった。かつての太陽漁業の本社ビルは1936年から2009年までこの地に建てられていた。 この状況に大きな変化を及ぼしたのが国鉄下関駅の道地への移転である。もともと下関駅は山陽鉄道の終点として開業し、九州や大陸へと渡る関門連絡線、関府連絡線の便を考慮して港にほど近い細江町に設けられていたが、1942年に九州へと陸続きとなる関門鉄道トンネルの開通を機に、 関門トンネルへ直通する方向に位置する竹崎町に移転されたものである。これをきっかけとして竹崎町一帯は下関駅を中心として活況を呈することとなり旅行者向けの宿泊施設等が多く設けられ下関大丸などの商業施設も置かれて繁華街としての位置づけを与えられることとなった。またこの地が大陸と 日本本土との結接点の地でもあったことからこの周辺にコリアタウンが形成されることとなり、後に竹崎町2丁目には在日コリアンの人々を中心とした商店街、グリーンモール商店街が形成されていくこととなる。下関駅の西側は下関漁港が太陽漁業を中心とした捕鯨ー、遠洋漁業の母校として栄えると大いに賑わいを。 見せるが、オイルショックや、排他的経済水域の設定、さらには、商業捕鯨モラトリアムにより、捕鯨、栄養漁業の環境に、厳しさが増すにつれ、かつての賑わいは失われつつある。下関駅移転後も残されていた細江地区の、貨物ヤードが戦後にかけて、縮小、廃止されると後地を利用した、駅周辺の再開発が進み、1965年には、 山口銀行本店が、当地の下関鉄道病院跡地に移転。さらに1977年には、喧嘩最大のショッピングセンター、シーモール下関がオープンするなど、大型商業施設の集積が進むこととなった。現在ではこの一帯が、商業施設等の中心にエリアとなっている。2008年7月から、竹崎地区は、路上喫煙等禁止地区に指定された。 指定喫煙場所での喫煙は可能。シーモール下関下関郵便局、山口銀行本店、竹崎地区に関連する祭事としては、主に以下5つが挙げられる。ありがとうございます。